元巨人軍沢村博一さん、とんでもない姿で発見される。教祖やん。不老者かな。アイヌ民族、誰だよ。河川敷に住んでそう。ロバート秋山、レゲエやってそう。鹿とか飼ってそう。ビートルズにいそう。清原が逮捕された時話題になった石垣島にいた元プロ選手に似てきたな。清潔感ゼロ。メタルバンドにいそう。ハワイで怪しげな店やってそう。連想できるものが多すぎる。キリストみたいになってんな。そら巨人には帰れませんわ。ネアンデルタール人やん。昔は大仏って呼ばれてたのにキリストになってて草。こんなん抑えに出てきたら怖すぎるわ。